自分で自分のスイッチを切る役に立たない機械役に立たない機械とは何らかの機能だけがあって直接の用途がない装置のことであるエンジニア的なハックの面白さや知的なユーモアの極致として哲学的な主張が込められているとも言える何の機能もなかったりそもそも正常に動作しない場合は本校の意味での役に立たない機械とはみなされない役に立たない機械として 最も有名なのは、マービン・ミンスキーのアイディアに影響を受けた装置だろう。ミンスキーの機械は、スイッチを入れると、機械自身が、そのスイッチをオフにするという、ただ一つの機能しか持たない。もっと凝った仕掛けがあったり、単なるノベルティ的なおもちゃのようなものであっても、根底にあるのはこのシンプルな、役に立たない機械の思想である場合がある。コロンビア大学教授のリディアイチリウは、 2010年の著書、歓喜のロボットの中で役に立たない機械が表現するのはフロイトによって死の欲動と命名された無意識における根本問題への直感的な理解であると述べている。イタリアの芸術家ブルーノ・ムナーリは1930年代に役に立たない機械シリーズの制作を始めた。ムナーリは第3世代のフクリストであり、 第一世代のような技術への悪なき情熱は合わせ持っていなかった。むしろ芸術性を持った非生産的な機械を作ることで世界が機械によって支配されるという脅威に立ち向かおうとしたのである。一方、情報理論において有名になった役に立たない機械はマサチューセッツ工科大学の教授で人工知能研究の草分けであるマービン・ミンスキーが発明したと言われる。 装置のことである。箱についている地味なスイッチをオンにすると、箱の中から手かレバーが現れ、スイッチをオフにしてまた箱の中に消える。この装置をミンスキーが考えついたのは、ベル研究所の大学院生であった1952年だと、される。彼は、自分の発明品を、究極の機械と名付けたが、この表現そのものは、あまり有名にはならなかった。この装置は、 ほっといてよ、ボックスとも呼ばれている。ミンスキー・ノベル研究所時代の指導教員は、情報理論のパイオニアであるクロード・シャノンだった。シャノンも、また、自己流で、同じような機械を作っていた。彼が机の上に出していたこの装置に目を止め、そのコンセプトに魅了されて、次のように書いたのが、SF 作家のアーサー・シー・クラークである。わく、 自身のスイッチをオフにすること以外には何も本当に、全く何もしない機械というのは、いいようがないほどになんとも邪悪だと。ミンスキーは、重力を利用した機械も作っている。これは、重力定数が変わると、ベルが鳴るものである、が、理論的な可能性から言えばそれが起こることは当面は、期待できない。九百六十年代に、ノベルティトイのメーカーである、キャプテンコーは、 ブラックボックスのモンスターを販売していた。このおもちゃは何の変哲もないプラスチックの箱の中から機械の手が現れてトグルスイッチを切り替え自分をオフにするというものだった。この手の玩具はシットコムのアダムスファミリーに登場する肉体を持たない手そのもののキャラクターシングに多少なりとも影響を受けている。 様々なバージョンが作られているが、そのコンセプトだけを純粋に取り出すとすれば、自身のスイッチを切る以外には何もしない機械であると言えるだろう。極めて近いデザインとして、効果を箱に引っ張り込むザシングが挙げられる。この装置は箱に導電性のある効果を置くと作動する。箱がうなり、震えて小さなプラスチックの手が蓋を押し上げてゆっくりと現れる。 手は効果をつかみ取ると箱の中に引っ込み蓋がバタンと閉じられておしまいである。とはいえこの装置は厳密に言えば貯金箱のように使うことができるため役に立たないとも言い切れない。仕掛けとしてはルーブ・ゴールドバーグマシーンに近いとも言えるだろう。1949年にシンシナティ大学を卒業しポインタープロダクト社を立ち上げたドンポインターによればシンプルに 自分自身のスイッチをオフにするだけの、リトルブラックボックスを初めて作って売り出したの別れで、ある。ポインターはこの箱に効果を引っ張り込む機能を追加し、自分の発明品に、ザシングと名付けて、アダムスファミリーのプロデューサーとライセンス契約を結んだ。その後、派生商品として、フェスターおじさんの不思議な電球を売り出している。リバティライブラリー社のオーナーであり、 社長のロバート・ホワイトマンも自分こそがザシングの発明者だと主張している。インターネット上には自作の役に立たない機械が動作している様子を録画した動画が無数にアップロードされている。自走して移動することができたりスイッチが複数あったりするような複雑な仕組みを持っている場合もある。役に立たない機械は 完成品だったリキッドの形で発売されており、通販サイトなどで買い求めることができる。2009年、芸術家のデイビッド・モイゼスは、究極の機械、あるいは、シャノンの手を発表した。これは、彼の説明によれば、この装置に関するクロード・シャノン、マービン・ミンスキー、アーサー・シー・クラークの交流を再構成した作品である。FX のテレビドラマ、 カーゴのシーズン3の第3話、ムム盾率は役に立たない機会をストーリーに取り入れている。また、早稲田大学創造理工学部建築学科では10年以上連続で役に立たない機械の制作が課題とされ、学生が様々な作品を提出している。これらの作品のうちいくつかはバラエティ番組タモリクラブで複数回にわたって紹介されている。ありがとうございます。